大泉町は群馬県大浦郡の町である。人口は4万1742人で群馬県内では最も人口の多い町である。また、人口密度は北関東3県の市町村の中で最も高い。また、外国人人口の比率も県内一の約19.04%で人口の約2割はブラジルやペルー出身の日系人という特徴を持っている。 近年は、ネパール人やボリビア人も移住している。また、隣接する大田市とともに、日系人労働者が多い町である。スバル大泉工場や、味の素冷凍食品関東工場、パナソニックなど工業が盛んで、これらの企業からの税収があるため、交付金不交付団体を続けていたが、2010年度の、 交付金の再算定で400万円の財源不足となり34年ぶりに交付団体に転落した。なお、財政力指数に関しては2006年までは群馬県内で一番の高さであったが、2007年に田野郡上野村に抜かれ、第2位が東町、第3位が大田市と続く。県内の自治体で生産年齢人口割合が最も高い自治体でもある。 2011年度には、再び不幸不断体となっている。町域の面積は、約1841ヘクタールで、関東平野の一角にあり地形は平坦である。遠望に、群馬県を代表する、高下三山の赤木山、春名山、妙義山を望む。第二次世界大戦前には、中島飛行機の工場があり、戦後は、山陽電機や富士重工業の工場となった。なお、 山陽電気工場敷地跡は現在、パナソニックの工場となっている。1990年の出入国管理法の改正によって、ブラジル、ペルー等の日系人が日本国内で自由に働けるようになったため、人手不足から町では日系人を積極的に誘致し、これら外国人の住民登録者が7951人。 全人口の約19.04%を占めるようになった。なお、人口に対する外国人比率が高い自治体としては、北海道遊仏軍シムカップ村、大阪府大阪市行野区に続いて3番目である。2021年2月28日現在、推計人口4万1742人、19664世帯。 2013年度の製造品出荷額は約5440億円で、県内では、大田市、伊勢崎市、高崎市に次いで、第4位、群部では、第1位で、第2位の大浦町の約2.3倍の出荷額を、誇る。グアナチンゲタ市大泉警察署、学校西浦高等学校大泉高等学校、図書館、スポーツ施設町民体育館東小泉駅。 工業都市由来の幅23メートルの幹線道路を軸に5番路目状に張り巡らせた道路網が整備され、多くは街路樹が廃止されている。太地は大泉町内の代表的停留所名。廃止された路線バス、泉緑道。ありがとうございます。